はいどうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ、僕が今メインで使っているスマホ、シャオミのレッドミノート13プロプラス 5G、 しばらく使ってみた&カメラ編、そのあたりお話ししてみたいと思います。でも僕の感想、結果をお話しすると、いやこれ最高、めっちゃ気に入ってます。とはいえそれはミッドレンジモデルとして、その価格なりというか、そのクラスなり、そういう前置きはつきますけど、いやこのクラスのこの価格で過去最高モデルと言っても過言ではない、そんな風に感じてます。まあ過去モデルに比べると、イヤホンジャックオミットされていたり、外部メモリ非対応だったり、物理 SIM1 枚しか刺さらなかったり、そのあたりはもうある意味時代の流れとも言えるんで、このあたりは僕は個人的に納得はしてませんけど、今現状そうなってきてるとも言えますよね。なんでそういうカタログスペックで確認できる、ある意味バッドポイント、そのあたりは除外した上で、僕は個人的にレドミノート13プロプラス 5G めっちゃ気に入ってます。はい、それでは前半軽くそのあたりお話しして、後半はカメラ編。今回も飯テロたくさん出てきます。大丈夫な方だけこの後ご覧になっていってください。それでは始めていきます。今現在シャオミの最新ミッドレンジモデル、レッドミーノート13プロプラス 5G、 しばらく使ってみた&カメラ編スタート。で、僕は普段からデカウスカルスマホ最上、そんな風にお話ししてるんですけど、それに相反してやっぱりこのミッドレンジモデル、レッドミーノート13プロプラス 5G 結構重いんですよね。 204.5g、 なかなかの重さで、僕的にもこれかなり懸念ポイントだったんですけど、実際触ってみると、実はこの Xiaomi 12T Pro、 これと重さがほぼ変わらないにもかかわらず、なぜか持ってみるとかなり軽く感じるんですよ。このあたり内部構造の重さのバランスの違いとかあるんですかね。ほぼ同じなのに、こっちはなんかずっしりくるし、レドミノート13 Pro Plus 5G、 なんかね軽く感じるんですよ。なんでこのあたりは僕の肌感ではありますけど、結構これそう感じる方いらっしゃるような気はします。はい、このあたりが意外と良かったポイントで、気になっていた部分、エッジディスプレイ、これに関しては僕は前にもお話しした通り、がっちりガードができれば特にエッジディスプレイ問題にはしてないというお話ししたんですけど、そのお話通り特に問題は感じてなくて、フラットディスプレイの方が好みではありますけど、エッジディスプレイ意外とすぐ慣れました。で、そのディスプレイ自体も結構発色も良くて明るくて、いやこれ僕は個人的にはあまりけなすところがない、かなり快適に使ってます。前にお話ししたレドミノート13 Pro 5G、 そっちで感じていたいくつかのバグというか不具合、あるアプリにログインできなかったり、ペイパル決済できなかったり、そのあたりの原因突き止めきれてないんですけど、そういったこともなく、いわゆるある意味普通に快適に使ってます。あ、もうスマホにとってはそこが一番重要で、気になるところがなく、ほんと快適に使えてるんで、僕はやっぱりこれレドミノート13 Pro Plus 5G、かなり僕に合っている、今のところめっちゃ気に入ってます。で、一部シャオミ独特のアプリがやっぱりアインストールできなかったり、それがちょっと出しゃばってきて若干鬱陶しいところもありますけど、強制終了したり、そのあたりもうまく付き合えてるんじゃないかと思います。はい、なんで前半率直な感想としてはそんな感じ、とにかく気に入りましたっていう、そういう結果になってます。で、その気に入ったきっかけのうちの一つ、それがカメラ。いやこれカメラも結構いい感じ、そのあたり後半お話ししていきます。で、まずは動画、手ブレ補正。はい、こんな感じ。やっぱりこのあたりハイエンドには負けると思いますけど、普通に胸元にスマホを構えてノールックでガンガン歩いて、こんな感じ。はい、あえて何でもない普通の道、これを歩いてみました。で、次に暗くなってからのちょっと光の多めの動画。はい、若干チラチラしますけど、どうでしょうか。奥行きのある遠くの方の風景、そして近く、このあたりもうまく調和していて、いやこれ悪くないんじゃないですかね。はい、あまり歩きながら撮ることもないかもしれませんけど、動画はこんな感じ。で、先にレドミノート13 Pro Plus 5G、 ある意味よく取り上げられている2億画素のカメラ、これに関して見ておくと、はい、これが標準で撮った写真で、これが2億画素。はい、どうでしょうか。と言ってもこれ
YouTube でご覧いただいてるんで、YouTube にデータ変換したなりの、こっちが標準。で、こっちが2億画素。はい、わかりますかね？結局2億画素で撮っても、それを見るコンテンツや、機器によっては、活かしきれるかどうかっていう部分、そもそものありますよね。で、とにかくデータが重い。はい、こっちが通常。ノーマルで 1.5MB。で、こっちが2億画素 18MB。いや、どうですかね。なかなか2億画素。確かに綺麗ではあるんですけど、なかなか常用しない。ただその2億画素を活かして、通常のカメラ、これが綺麗に撮れるっていう部分、そっちの方が重要じゃないかと思います。で、あとマクロ。これは意外とシャオミのスマホカメラ。あまり寄れないものも多いんで、これが結構綺麗に撮れるようになった印象はあって、このあたりは意外と使うかもしれません。はい、これが、広角の超広角。はい、どうでしょうか。かなり広く撮れてますよね。で、これが広角の標準。で、デジタル2倍ズームがこんな感じ。いや、最近のスマホカメラ。っていうか、Redmi Note 13 Pro Plus 5G、結構ズーム綺麗なんすよ。で、これがデジタル4倍ズーム。はい、どうでしょうか。そんなに悪くないですよね。十分綺麗に映ってるんじゃないかと感じてます。それではここから、飯テロ行きます。いくつか出てくると思うんで、大丈夫な方だけ、この後ご覧になっていってください。近所の喫茶店に、ランチに行きました。ハンバーグ定食、過去に何度か出てきてると思うんで、既視感ある方もいらっしゃるかと思います。ここのハンバーグめっちゃ美味しいんですけど、どうでしょうか？色味といい、改造感といい。で、これぐらいまでの拙者なら、ボケ感も悪くないですよね。はい、これはどこにピンと来てるのかな？ちょっとそう感じる部分もあるんですけど、色味は結構悪くないんじゃないかと思ってます。はい、でバチッとピントが来ると、仕上げ写真悪くないでしょ？はい、こんな感じ。ラリーさんでいただきました。で、スオミの話をしよう。これ見に行ってきました。感想は、三谷幸喜さん大ファンなんですけど、僕の中では平均点取る人ではなくて、10ゼロ結構あるかなっていう、そういうイメージです。で、今回、ガンダム率多いですけど、ほんとこういったちょっとした写真、記録用に撮るような、そういう写真も、綺麗に撮れますよね。で、次これ。これもランチですけど、ちょっと暗い店内。僕には似合わない、おしゃれなランチ行ってきました。で、これ後で価格わかるんで、いくらぐらいか想像してみてください。こういった前菜プレートが出てきて、もうこの時点でもかなり満足。オリーブオイルが塗ってある、このパンも美味しいんすよね。そしてメインとなる、パスタ来ました。はい、これは、一緒にいた、嫁マックが頼んだ、トマトソース系。で、僕はクリーム系で、これ野菜増しにしてます。このスープパスタ系の、クリームソース、めっちゃ美味しいんすよ。野菜たっぷり。で、量もたっぷりなんで、僕でもこのお店、お腹パンパンになります。で、その後これ、ランチについてるデザート、4種類もついていて、どれも本当美味しかった。このデザートに、あとドリンク、ぶどうジュースをいただきました。これだけのランチ、なんと、そのお値段。はい、この後ろ、見えます？パスタオアリゾットのランチ、1300円。めっちゃ安くないですか？よかったら奈良にある、バンテミリアさん、行ってみてください。予約がおすすめです。で、次。はい、またプラモデル、エイトホールドさんに行った後、車の中で撮ったガンプラの写真。いや、綺麗ですよね。もう全国的にかなり少ない、東京力飯。これも結構近くにあります。はい、で、また、ガンダムベース行ってますね。これは京都のガンダムベース。実は昔、大阪にも一軒、吹田にガンダムベースあったんですけど、潰れちゃいました。いや、残念。はい、この日は、残りわずかな、このジムのセット買ってきました。いや、ガンダムベース、近所の電気屋さんとか、プラモ屋さん、そういうところで売ってないプラモデルも多くて、いや、やっぱり楽しかった。ちょっとお買い物して帰ってきました。はい、で、これ、またガンダムのイベント、ここへは実は、嫁マックに連れられて行きました。で、ここでのお目当ては、実はこの日、無料で配布される、ガンプラ、これをもらいに行ってきました。朝から3、40分かな。並ばなくてももらえたんですけど、
ガンダムある作戦、これに並んで、ある意味僕、一番最初に手渡ししてもらいました。はい、でこの、プラモデル作った後に出るランナー、これぐらいの量で、144分の1のガンプラ1個ぐらい、リサイクル再生できるそうです。あ、その後、日産オーラ展示されていたんで、ちょっと運転席乗ってみたり、日産オーラはセンターコンソールあっても、僕みたいな大デブでも、結構ちゃんと座れました。いや、車の買い替え、まだちょっと難航してます。で、夜の写真ちょっと見ておくと、はい、こんな感じ。と言ってもこれ、実は僕、ナイトモード使ってません。つい切り替えるのめんどくさくて、こういう写真もノーマルモードで撮ってます。いや、でもその割には、結構綺麗ですよね。いや、カメラ、かなり頑張ってると感じてます。ということで、レッドミノート13プロプラス 5G、結構カメラ、気に入ってます。またこの動画の最後、たくさん写真撮ってきてるんで、重複してるものもありますけど、サンプル写真ご覧いただけるようにしておきます。はい、どうでしょうか。レッドミノート13プロプラス 5G、5万円台のスマホとして、僕は十分、シャオミさんちゃんとやってくれてる、そんな風に感じてます。購入方法によって、かなりお安く買えるケースもあるんで、いや僕は今、おすすめですよっていうよりも、とにかく自分が気に入っている、そういう一台になってます。はい、ということで、今回ご紹介した、レッドミノート13 Pro Plus 5G、説明欄に関連リンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。でもほんとしつこいですけど、もうすぐ終わるんでそれまで共有します。Amazon Music Unlimited 3ヶ月無料、プライム会員なら4ヶ月無料、Amazon Kindle Unlimited 3ヶ月無料、こういったキャンペーン Amazon でやってます。かなりお得なキャンペーンなんで、ご自身のアカウントが対象かどうか、説明欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。ということで今回、レドミノート13 Pro Plus 5G、しばらく使ってみた&カメラ編、僕はかなり気に入って使っているっていう、そういうお話でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。